もっといい社会を作っていかなきゃいけないんだなと思っております。それがね、私の YouTube の放送だと思っておりますし、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、流れ音屋さんの名言で、夢があるから頑張れる、志があるから耐えられる、でも夢だけでは耐えられない、志だけでは頑張れない、両方必要ということでですね、流れ音屋さんプロフィールをお伝えしていきたいと思います。流れ音屋さんは現在は治験臨床試験ポータルサイト治験ナビ採者のほか、なぞなぞ作家研究家として活動された方ですということでですね、流れ音屋さん、まあ有名な方ですけれども、夢があるから頑張れる、志があるから耐えられると、夢と志ありますでしょうか。私、まあ大きなところで言うとこの YouTube ですよね、毎日こう一名言取り上げて放送していくという志ですよね、があって、夢は登録者がね、元気になっていただければなと思っております。これ両方やっぱり必要だったことでですね、最近やっぱりコメントいただいたりするのでですね、すごく励みになって、また放送できるなと思ってやっております。すごくありがたいことにですね、毎日コメントいただく方がおられますので、すごく励みになっております。ありがとうございますと言いたいんですけれども、そのコメントだけではね、私も続けられなくて、やっぱり夢があって志があって、毎日こう伝えるために頑張れるんだなと思っております。これはね、私一人だけではなくて、やっぱり皆さんも関係してますし、あとね、周りの、そうですよね、いろんな方の関係もあります。もちろん、なんだろう、この名言をね、発せられる人がいて、僕もやっとこう生かされるところがあって、いろんな方にこう関係してできてるんだなと思っておりますしね。皆さんの夢って何ですかね、志って何でしょうか。すごく、なんだろう、人に聞いてですね、なかなかないとかいう方もおられるんですよね。もったいないなと思いながらいつも私は聞いてるんですけれども、人のことなのでないって言われた、そうですかと言えばもうそれで終わりなんですけれども、やっぱりあった方がいいじゃないですか。やりたいこととかしたいことたくさんあると思うんですよね。だって今世界の情勢を見たらですね、僕はアフガンとか見たら、彼らにだって望むことって平和だと思うんですよね。なんか砲弾が飛び交わないような社会がとか、今日本にいるとそういうことないじゃないですか。街中でいきなり砲弾が飛んでくるとかっていうことは、そんな物騒なことないですし、まさにね、飲みたい時にね、そこら辺に自動販売機がたくさんあって、いつでもジュース買えるじゃないですか。ヨーロッパに行って自動販売機って街中にないと思うんですね。あの現金が詰まったものが置いてあったら多分盗まれますよ。だから僕いつも思うんです、このすごく平和だなと。でもそれをね、享受しているだけでは意味がないなと。もっといい社会を作っていかなきゃいけないんだなと思っております。それがね、私の YouTube の放送だと思っておりますし、この名言だと思っております。そして、過去の方、流れ音屋さんとかまだね、過去の方とも言えない方なんですけれども、松下幸之助さんだとか、今週だと渡部翔一さんですかとかいう方がたくさんおられたりね、すごく昔の方はどういった考え方だったんだろうと、このコロナ禍だからこそそういった方に学んでですね、私たちも克服していかないといけないんだと、常に勉強、本当に常に勉強だったなと思っております。私そんなにね、すごい人間ではないので、本当に常に勉強しかないので、一歩一歩確実に歩んでいきたいなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。
ャンネル登録の方よろしくお願いいたします。